はい、自宅リンゴおじさんです。よろしくお願いします。今日紹介したい漫画は暗闇五段です。暗闇五段のですね、話の前にちょっと、私の話をしたいんですけども、私はこうなんでこう柔道漫画を集め出したかっていう話をちょっとしたいんですけども、まあ、格闘技をやってまして、まあ、普通にやっててもこう強い人には勝てないんですよ。だから、まあ、こういう柔道漫画からなんかいい技はないかと思って集め出したのが最初です。だからですね、柔道漫画のこう技術的なところとかに注目して読んでるんで、柔道漫画好きを名乗りつつも漫画誌とか、あとこう作画のこう絵のうまさとか、なんかそういうところに関してはよく分かりません。だからそこはちょっとご了承ください。まあ、なぜこの話をしたかというと、まあ、この暗闇五段を話すときは漫画誌みたいなところに焦点を当てて話したいからですね。ちょっとそういう形で、よろしくお願いします。で、暗闇五段なんですけども、暗闇五段は作者が、寺田博夫先生という方なんですね。これは藤子不二雄先生の漫画道に出てくる寺さんなんですよ。はいはいはい。で、まあ、言ったら時和荘のメンバーですよね。石森章太郎、赤塚不二雄、藤子不二雄とか名だたる巨匠を生み出したあの時和荘のメンバーなんですよ、寺田博夫先生って。で、まあ、寺田博夫先生がどういう漫画家だったかというと、こう漫画イコール児童書って考えていて、まあ、娯楽だけじゃなくてその教育の部分も担うジャンルとして漫画を考えてる方だったんですよ。で、時代は進んで後に劇画ブームっていうのが訪れるんですけども、まあ、代表的なところで言うとゴルゴ13の斉藤孝雄先生とかですよね、まあ、リアルな絵柄の大人向けの漫画ですね、アクション漫画の時代が来るんですよ。でも寺先生というのは、まあ、そこについていけず漫画界から身を引いた方と言われてます。まあ、私もなんかざっくりそういう認識で、まあ、これは勝手な想像ですけど、まあ、寺田博夫先生って他の時和荘のメンバーから比べるとこう後年に国民的な人気を博すような作品は残されてないじゃないですか。だからこうなんですかね、実力的にこう一枚落ちる人なんだろうなぐらいにちょっと思ってたんですよ。でもこの暗闇五段を読んで私はそのイメージが一新されたというか、もうね、すごい漫画家だったんだなとちょっと思いました。まあ、絵柄こそ、なんですかね、こう、児童書のそれというか、なんですけども、まあ、ストーリーがすごいんですよ。本当に起承転結はしっかりしてるし、こう、読んでいくうちに謎がこう、明かされていくような書かれ方もしてるし、まあ、伏線回収もあるしって、本当にね、すごいんですよ。で、この、タイトルの暗闇五段が何なのかっていうと、ちょっとですね、これなんだろう、いつの漫画だろう。昭和44年。昭和44年の漫画にネタバレもなんクソもないですけど、まあ一応これから読まれる方にちょっと配慮をして言わないですけど、まあ、主人公がいろいろあって、私は暗闇五段だ。ってこう名乗るんですよ。まあ、言ったらトンチが効いたタイトルなんですよ。これもこれはこれでね、本当2時間の映画とかをこう見てるような重厚なストーリーの漫画なんですよね。うん、そうだから私が思うのって、なんかその寺田博夫先生って劇画の時代についていけなかったっていう事実があるから、なんか絵柄的にもついていけなかったんかなとも思うんですけど、なんか絵柄じゃない気がするんですよね。劇画のブームの時代って漫画を発表する媒体が貸し本からこう週刊誌に変わる時期でもあるんですよ。で、まあ、週刊誌の連載ってなんかこうその週その週の盛り上がりが求められるわけじゃないですか。なんかそうなると逆にストーリーがこう大人向けと言いながらも子供だましなストーリーになっていくんじゃないかなと思うんですよ。で、この特にこの暗闇五段を読んでみて思ったのが、やっぱ週刊誌では寺田博夫先生の作る
この重厚なストーリーっていうのは描けなかったんじゃないかなと思うんですね。うん、もちろんあの時代の流れっていうのがありますから、どっちが正解とかいいとか悪いとかそういうのはないんですけども、やっぱりこの、ね、暗闇五段を読んでみて、私はこの寺田ヒロ先生ってはすごい漫画家だったんだなと思いました。はい、暗闇五段、これちょっとあの 上下巻ありますんでね、あのぜひね、あの読んでいただきたい漫画だと思います。ありがとうございました。